アストンマーちゃん改め、マユミ急行に対するみんなの反応。マユミ急行？多分ギャル。なんか急行ってのが意味深に感じる。言われてみればマユミ感はある。マユミ感とは、ミステリかな？やめろ急行するな。あだ名綺麗に訳せれるんだな。マユミちゃん。あだ名はマーちゃん。何がどうしてこうなった？馬主さんの名前がマユミで愛称がマーちゃんなんだっけ。もう急行してもいいよね。存在自体が消えそうなのちょっとやばいな。お前、消えるのか。永遠はあるよ。マーちゃん本当にふと消えそう。お辛い感じを出すんじゃない。キャラソンをぜひ聞いてほしい馬娘。アストンマーちゃん、忘れないでね。俺が守らねば。イントロのピアノでもうダメだった。こりゃあ困った、弾きたくなった。弾け、弾け。まあ仮にも競争なのにマユミ鈍行とかになってもあれだし。マユミいい、マユミいい、ホームラン。トレセン内でその歌を歌うとなぜか絶対にタズナさんが飛んできてやめさせてくるのは何なんですの。ネズミ？はは、甲高い笑い声。出たな。世界一危険なネズミ。マユミ号、急行銀河鉄道行き。今でもたまに夢に見る。運命は信じないけど、悲しいことばかりじゃなかった。まーちゃん、忘れてないよ。ポケセンブリューレイの CM いいよね。このアイコンだと子供抱えてるみたいに見えるな。子供を残して先にこの世を去るとかどこの神作品だよ。あの子の命は飛行機雲。クラシック三冠はしねえのかい？わらも一本加えちゃうぞ。お嬢様特急ってあったな。名前しか知らんけど。懐かしいな。お嬢様操作網とかお嬢様特急とか。アイコン可愛すぎひん？大量に爪痕残ってるんだけど。これ以上を出すとマーちゃんの跡が残っちゃいますね。やっぱりキーなんですか？バース、掛布、岡田、真由美。パクパクですわ。ライス、あのね。今日はマーちゃん尽くしだな。いいぞもっとやれ。一気に昭和っぽさが出てきたな。君の記憶。一番の宝物が脳をよぎる。キーゲーム遊んでたトレーナーにはとことん刺さるよねマーちゃん。全身矢でハリネズミになりながら。なんかカノンにもエアーにもクラなどにもいた気がするんだよな。まさにハリネズミになったわ。引くつもりなかったのに気づいたら天井してた。カリウドが歌ってそう。勝つのはマーちゃん。覚えていてね。儚い声でなんてこと言うのこの子、と思ったけどマーちゃんにとって勝利とはレースで勝つことだけじゃなくて誰かの心の隅っこに残ることができればその過程で何があっても最終的にはマーちゃんが勝利するのであってマーちゃんを忘れない限りマーちゃんは永遠に勝利し続ける。マーちゃんのマーちゃんがマーちゃんマーちゃんマーちゃん。馬娘プリティダービーはプリティな力で全ての馬娘が幸せになれる優しい世界。アストン、マーちゃん、マユミ会社、マユミ急行。なんだこの主旋律とメロディの打ち込みは、俺はどこかでこれを。マーちゃんって Windows ミータン風味なの？私は、もう、消えちゃうけれど、最後に、お願いがあります。聞いてくれると、嬉しいです。ご主人様の、持っている、ME のディスク、捨てないでください。私が、入っています。今の私じゃ、ないけど、私です。ドキドキ見たり、触ったり、してくれると嬉しいです。ご主人様に会えて、ME は、幸せ。墓木にの焼かれた20年ぐらい前からオタクしてるやつにはあまりにも馴染みがありすぎるマーちゃん曲。それはそうとやっぱりダスカのブルマ姿はいいものですね。聞きました。お財布が泣いてます。辛い、辛すぎる。調べたけどライバルのサンアディユとかのヤザクラも早死にしてるのか。馬主さんからのご好意と、アストンマーちゃんをどうか忘れないでほしい、っていう思いで馬娘になった子だからのう。ますますマーちゃんに侵食されているではないか。引きたい。だが貯蓄を続けねば、鋼の意志。行き急ぐなし。こう？体から光の粒子を出して消えそうになりながら走るマーちゃんが見えた。急行なのか、あと何か目白の馬って名前の由来が列車名じゃなかったっけ？年ごとにテーマが変わる。列車が由来の年はブライトの年。
マックイーン、俳優、ライアン、野球選手、パーマー、ゴルフ選手の年は海外の有名人シリーズだった。そうか、あれは電車の窓だったのか。まーちゃん行かないで。急行、真由美、海行き。本当に急行するのやめろ。わあ、同期。シニアのバレンタインにはもう。シニア級では本来まーちゃんはもうおらんはずやからチョコの数自体は合ってたみたいなホラー味を感じる。史実との違いをこういう形で表してるってことなんか。実際こういうことやろな。まーちゃんのラストレースは2月10日や。高松の宮も1着取ったのに誰も取材にこずいないことにされてるの見てや、ってなったわ。ホラー馬娘やめて。ウオッカ出すかまーちゃんで再生数34は厳しい。バカチューブなら50万は言ってそう。映画だからしゃあない。まあみんなで10前だろうし無名な馬娘3人ならそうなるか。まーちゃんの人気がとんでもないんですが。ウルトラスーパーマスコットを目指しているからな。馬ソウルってもしかしてとんでもないオカルト要素なのでは？い、ま、さ、ら。実はこっちで創生した馬の馬娘は人知れず消えていってたりするんかね。アプリレベルのトレーナーに出会えず史実を超えられなかった娘はまーちゃんシナリオで匂わせたみたく。ひっそりと消えていって周りもそれに気づきもしないってのが普通にあり得る可能性が出てきたんだもんな。ある意味カフェシナリオよりよっぽどホラーだったわ。アストンまーちゃんはいます。よろしくお願いします。バレンタインってかシニアの春ずっとこんな感じで怖すぎて泣いた。トレセン卒業後トレーナーと同居してそう。添い遂げるけど結婚どころか付き合いもしなさそう。個人的には結婚していてほしいな。祖父の遺品整理してたら押し入れから公式まーちゃん人形出てきて、あれ？これおばあちゃんの若い頃の人形？って孫が話す展開を見たい。いや、明らかに別々の人生歩むエンドだったやろ。今までにないくらいに。温泉イベントを見るのです。まーちゃんの価値観考えると、お前の人生俺にくれレベルのこと言ってるから。運よく初回で温泉引けたけど温泉込みで一つのエンディングストーリーになる感じあってすごい良かった。珍しくお別れ前提だったな。すがすがしいくらいだった。つか基本的にまーちゃんが寄り添うとかはなくてあくまで赤の他人として外から事象を観察しているような立場だった。終わってまーちゃん自体本当にいたのかなとふと思ったよ。実は最初からいなかったんじゃとすら。手を伸ばしたら、消えてしまうんじゃないかって、幻だったんじゃないかって。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。